綺麗でしょう、このお姉さん。あ、お姉さんじゃないです。ハッピー。こんな感じで、なんか、ちょっとね、整理作業をしてた時に、奥さんが出してくれてね、そしたらね、もう喜んで、着てもいいって言われて、そしたら着せてもらおうっていうことで着て、こういうのを生きって言うんでしょうね。これはね、若い男の子に着てもらったんですけどね。すごくこう細かく縫ってるんですよね。ちっちゃい点がいっぱいあるでしょ。で、こういう感じで裏側もね、消防ハッピーっていうやつですね。命をかけて街を守る粋なハッピー。綺麗でしょう、このお姉さん。あ、お姉さんじゃないです。ハッピー。これがね、消防のハッピーっていうか、火消しですね。町火消しが着てたハッピーなんですね。これがね、戸辺昔の暮らし館、僕がすごくお世話になってるところなんですけど、愛媛県の松山市のちょっと南にある町なんですけど、戸辺町っていうね、砥石の戸って、部落ですか?の、戸辺って書くんですけど、まあ、砥石が有名な町だったんですけどね。戸辺焼きっていう焼き物が、こう、江戸時代ぐらいからね。それでね、その戸辺に昔の暮らし館っていう、もう古いものをすごくこう、集めてる個人ミュージアムがあるんですよ。それがね、まあいろいろね、戸辺の昔の暮らし館で YouTube も上げてますしね、もうすごいね、もう5万点からあったんですけどね。それをね、ミングっていうところで整理を依頼されたんで、ちょっとね、ほんと5年ぐらいかけてね、ずっと整理して、今はね、すっごく綺麗な建物と蔵の中にね、いろいろ展示して素晴らしいところがあるんですけど、その整理をしてた時に、消防ハッピー何点か出てきたんですよ。こんな感じで、なんか、ちょっとね、使い古したような、あるんですけど、これはね、整理する前にね、こう、蔵の中にごちゃごちゃっとこう、あったところでね、ぶら下がってたやつなんですけどね。これがね、消防斑点っていう言葉が正しいのかどうなのかはわからないんですけど、町火消しが羽織ってた点なんですけどね。ごついんですよ。で、今のね、消防団が着てるハッピーっていうのは、ここまでのものは着てないと思うんだけど、今の消防団っていうのは、消防のお手伝いをするっていう、町の自警団みたいな感じでやってるからね。あの、ハッピーは着ると思うんですけど、これはね、本当の町火消しでね、火の中に飛び込んでいくような覚悟がある人が着るやつなんで、かなりごついんですね。多少の火の粉なんか、屁でもないってね。木材とか、こう瓦とかが落ちてきても、これが結構ガードになるっていうぐらい、しっかりした厚みと頑丈さがあるわけですよね。そういうものを、こう何点かありましてね。そしてね、これをね、出してもらったんですよ。これはね、大事に、タンスの中に入れてたものなんですけど、整理作業してるときにね、この下にね、便器が転がってたりしてますけど、整理作業をしてたときに、奥さんが出してくれてね、そしたらね、もう喜んで、着てもいいって言われて、そしたら着せてもらおうっていうことで、着て写真を撮ったんですよ。女の子が着ると可愛いですよね。もちろん前向いても可愛い子だったんですけどね。整理を一緒にしてもらった人なんですけどね。まあ、後ろ姿だからいいでしょう。っていうことでね。ものすごくこう、絵柄が凝ってるというか、いいですよね。こういうのを生きって言うんでしょうね。人を救うために命を懸けて火の中に飛び込む
そういう覚悟があるものだけが切れる、折る資格があるっていう、そんなイメージがあるんでしょうね、きっとね。まだありますよ。これが、こういうのもね、これはね、若い男の子に来てもらったんですけどね。いいですよね。なかなかね、こう、刺し子っていうんですか？裾も丈もね、あ、ここもね、ちょっとね、長いんですよ。裾も。普通の、ハッピっていうやつよりね、長いんでね。やっぱ、ガードの必要があるからね。とはいえね、燃えないわけじゃないですよね。まあね、長時間火の中にいると、燃えないわけじゃない。布ですからね。動画もね、撮ってきたんですよ。これ、今展示してる、消防ハッピーなんですよ。飛べ昔の暮らしから。見に行ってきました。見に行ってきましたというか、いつもね、あの、蔵の外の、壁にあってね、まといも横にありますよね。感じで、展示されております。こんな感じですね。これもおしゃれでしょう。これはちょっと裾が短いかな。これ。これがね、あの、刺し子っていう、今もありますよね。生地になるわけですよ。生地を何枚か重ねて、こう、すごくこう細かく縫ってるんですよね。ちっちゃい点がいっぱいあるでしょ。で、こういう感じで裏側もね、こういう感じになってるわけですよ。ね、一個一個ね、縫い付けて何重にもしてね、ごつい布にしてるわけですね。これはね、柔道着とか、剣道着とか、と同じ感じですね。だから、もうイメージわかりますよね。ごつい布なんですよ。重たいな、重たいけど、しっかりした布になりますよね。